ボクシング4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ6日東京ドーム写真井上直也の試合になぜかロバート山本 SNS 大注目似てる人かと思ったら本人 W 真剣な表情に馴染みすぎ W34 年ぶりに東京ドームでボクシング興行が行われ王者井上直也31イコール大橋イコールが WBC 同級1位の挑戦者イスメリ 29、メキシコイコールを6回1分22秒 TKO で下し、防衛に成功した。初回にはまさかのプロ初ダウンを喫したが、そこから3度のダウンを奪い返しての干渉。自分の中でも激闘という試合ができたんじゃないかなと。1ラウンド目にダウンを喫したが、最終的には KO で勝つことができたので、自分の中でいいキャリアを積むことができた、と胸を張った。 1回には接近戦からネリの左フックをもろに浴びてリング上に這いつくばり、まさかのプロ初ダウンを喫した。ただ、2回にダウンを奪い返すと、5回にもダウンを奪い、6回には一気に攻勢に出て衝撃的な右ストレートで、悪道をお叩きのめした。大橋秀幸会長は、まず、東京ドーム工業に向けた、この2ヶ月の準備で寿命が縮んだが、試合内容で2ヶ月寿命が縮みました。 悲鳴を笑いを誘った,ただ、東京ドームでの試合内容はものすごいインパクトを与えられたと思うので、陣営として試合内容は満足してないが、一般のファンの方はボクシングってすごいものだと感じたと思う、と大きくうなずいた。また、試合後の会見では、井上チャンピオンから、 今日獲得した WBC のダイヤモンドベルトは大橋会長にプレゼントしたいとサプライズ贈呈も大橋会長は隣でマジでとつぶやき34年前にタイソンを見て僕も東京ドームやりたいと思っていたが自身が1990年10月の WBC 世界王座防衛戦で敗れたリカルド・ロペスに接続した気持ちです笑。ありがとうと考えを込めた